砂見里神社は、秋田県山本郡藤里町春日浅井和郷にある神社である。ご神体は、不動明王立像である。その他に、脇寺、金柄童子、清高童子の木像がある。藤里町の名前の二字目にある、里は、砂見里の里から取っている。砂見里神社の創建は不明であるが、1712年の神社調べに記載されていることから、それ以前に創建されたことは確実である。1843年の春日村神社諸条書によれば、開基は奥州錦戸殿とある。錦戸殿は1200年4月に死亡していることから、建久年間の開基ではないかとも言われている。古名を岩切沢不動堂、3号は青黒山、次号は峯大寺といったが、神仏分離によって、社名を砂見里神社に、祭神を不動明王から日本穂高に改め、末社の五頭天皇を須佐の小野神に改めた。砂見里不動の滝創建当時の社は、現在の社殿がある西側台地の滝を望める場所にあったとされる。1702年に郷中で創建、1813年藤琴村の市川孫兵衛が新築して、寄進。1846年と1938年にそれぞれ再建されて現在に至る。1972年の大洪水の際、砂見里ダムの緊急放水により浸水被害を受ける。その後、防水のために堤防が作られ、以前のような川のあぜに立つ社の景観を失った。奉納物は1692年の鰐口をはじめ多数ある。1867年と1869年の俳句今学には、幕末期や明治初期の秋田県俳句界著名人の見学がある。また、社の前には、石灯籠や狛犬などが献納されている。1989年には、地元出身のバスケットボール指導者の加藤博氏より、能代工業バスケットボール全国優勝30回記念。の石踏みと水盤の石が献納されている。加藤博氏は2018年平成30年3月に亡くなったが、妻貞が同年7月に同神社の手水舎の屋根と柱を寄進している。手水舎は幅4メートル、高さ3メートル。銅版葺きでバスケットゴールの柱に見立てた一位の支柱が特徴である。加藤博氏は、能代工業バスケットボール部の監督を退いてからも、年に一度は参拝し、亡くなる前年も訪れていたが、水盤の石が長く、野ざらしに近い状態だったのを気にかけていたという。神社奥すぐに、砂見里ダムの施設があるが、この脇を通り過ぎて、左奥に行くと、砂見里不動の滝がある。滝下には数個の献納された観音像がある。公伝によれば、円仁が自作の不動明王を祀ったのが始まりだとか、安倍氏が敗れてこの地に逃れてきた時に、背負ってきた不動像をこの地に置いたのが始まりだとか、春日村谷地にあった館に立ち寄った、比内浅利氏の氏神が始まりだという説もある。いずれの説も、戦いに敗れて、砂見里の奥地にある大開きを目指したものの、道が険しく砂見里に置き去りにしたものを、地元の里人が小屋を建てて安置したものであることは一致している。菅江ますみは1802年に砂見里神社を訪れ、その内容を刺激、山本に記している。ますみが神社に着くと青黒山と書いた額があった。鉄製の小さな剣が神社の梁に隙間なく並べられていた。不動の滝に行くと、滝の奥にも道があって三人の男が歩いていった。神社に戻り、川を遡ってきた船に乗せてもらい、すばりという迫り立つ岩の間を進んだ。岩は高くそびえ、縁は青く深かったが、水はそこまで澄んで透き通り清らかだった。なお進むと、岩壁がますます迫ってきて、桃源郷を訪れたような気分になったと記している。その後、雷鳴が鳴り響いてきたので船は引き返している。久保田藩士であった石井忠之は、伊藤園佐は第15巻に砂見里神社のことを記録している。石井は、久保田藩の準県士だった井口享保の六軍5回目巡回雑記を抜粋しているが、井口は実際に砂見里神社を訪れておらず、春日村の肝入りだった安保万右衛門からの聞き取りを記しているため、石井は井口の記録を修正する形で砂見里神社を紹介している。春日川を2里ほど遡れば、砂見里の不動があり、西向かいの滝があることを記している。また、不動堂の前の川から川上に船で行くと、石に切れ目があり、塩俵を積み重ねたように見えるところがあり、他に見たことがないような面白い景色を見ることができるとしている。また、不動の滝は6尺にならない程度に細く流れているとしている。石井忠之が見た場所には、現在蘇波里ダムが建設されている。ありがとうございます。